こんにちは、RE 戦国覇王です。豊臣秀吉が天下を統一するまでの主な戦いを全8回に分けて紹介しています。今回は1回目、中国大返しで毛利との戦いから戻ってきた羽柴秀吉と織田信長を倒した明智光秀が争った山崎の戦いです。本能寺の変で織田信長が死んだ後、他の武将に先駆けて明智光秀を倒した豊臣秀吉は、柴田勝家を破って信長の後継者という地位を確立しました。彼は引き続き天下統一へ向けた戦争を継続し、最後に小田原の北条氏を滅ぼして統一を果たしました。しかし、彼に残された時間はわずかでした。後継の秀頼の行く末を案じながら、梅雨と落ち、梅雨と消えにし、我が身かな、何はのことも、夢のまた夢、と読み、63歳の生涯を閉じました。本能寺で信長を倒した光秀は、急遽兵を返した秀吉に敗れ、天下の夢は10日で散るのでした。それでは今回の目次です。1、導入。2、光秀に味方する者なし、陣形たちまち崩れる。3、主戦場でもないのになぜ天下分け目の天王山？この流れでお話しします。天正10年6月12日、13日、羽柴秀吉と北伊勢の神戸氏を継いでいた信長の三男、織田信孝、池田恒興、丹羽長秀の連合軍約4万と、明智光秀軍約1万6千が、摂津と山城の境で、京都南西の要衝である山崎で激突しました。この戦いは、秀吉ら連合軍の勝利となり、敗れた光秀は居城坂本城へ逃れる途中に、小栗栖の藪で落ち武者帰りに遭い、信長から奪い取った天下を終えました。光秀の首は秀吉のもとに届けられ、晒されました。本能寺の変で信長が光秀に討たれたとき、信孝は四国征伐の準備をしていました。丹羽長秀も四国征伐の準備がありましたが、徳川家康の接待を命じられています。変を知った二人は、同じく四国征伐と家康の接待のため大阪にいた光秀の娘婿で織田一門の織田信澄を殺害しました。信澄と光秀が通じているという噂が流れてしまい、疑心暗鬼に陥った二人が襲撃したといいます。一方、本能寺の変で信長を倒した光秀は、すぐに居城坂本城や信長の本拠安土城周辺の近江を抑えました。これは織田軍団の中でも最大勢力で、北陸方面を担当していた柴田勝家軍への備えでした。さらに、丹後の細川藤孝、忠興不死や大和の筒井順慶など関係の深い武将たちを味方に誘いました。しかし、遠赤の藤孝、忠興は、喪に服すため停発して動かず、順慶は光秀に協力する姿勢を見せ、近江に兵を出すも消極的でした。その頃、秀吉は毛利氏の備中高松城を包囲していましたが、本能寺の変を知ると、すぐさま城主清水宗春の切腹と、三カ国の割譲を条件に講和します。そして、6月7日に姫路城に帰還、9日まで休息し、11日には尼崎にまで進軍しています。本能寺の変からわずか10日後の12日、秀吉軍は摂津富田に着陣。逆賊明智光秀を討つと書状に伝えた秀吉のもとに、摂津の高山右近や中川清秀などが馳せ参じました。筒井順慶も秀吉方につくことを決心し、居城郡山城内に塩や米を運び込み、籠城の準備をしています。ここに丹羽長秀と織田信孝隊が合流し、高山と中川らが先陣となり山崎の集落を占拠。池田恒興らは右翼、羽柴秀長、黒田官兵衛らは左翼に展開し、秀吉は宝石寺に本陣を置きました。これに対し明智軍は御坊塚に本陣、その前に斎藤利光、厚地貞行らが東西に布陣しました。この日の戦闘は局地的なもので睨み合いが続き、翌日は雨の中で戦闘が開始されました。
天王山の山裾を横切ろうとする中川隊に対して伊勢貞興隊が襲いかかり、これに呼応して斎藤隊も高山隊を攻撃しました。中川高山隊は苦戦しましたが、堀秀政隊が御詰めとして到着し押し返しました。天王山の麓に布陣していた黒田官兵衛羽柴秀長隊は、中川高山隊の側面を突こうと山中を進軍する松田正親、ナビカ安家隊を防ぎました。しばらくすると淀川沿いに進んでいた池田恒興が密かに小泉川を溶かして津田信春隊を撃破。丹羽長秀、織田信孝も右翼から進み、光秀本隊を側面から攻撃しました。ついに秀吉は総攻撃を命じ、中央から兵を殺到させました。軍勢の数に劣り士気も低い明智軍はたちまち総崩れとなってしまいました。光秀は昇龍寺城へ逃げ込みましたが、数万の兵を相手にするのは不可能と見て、謹慎とともに城を出て坂本城に向かいました。そして日付の変わる頃、小栗栖に差し掛かったところで落ち武者狩りに遭い、深手を負ったため自害しました。山崎の戦いはかつて天王山の戦いと呼ばれていました。天下分け目の天王山という言葉を知っている人も多いのではないでしょうか。この言葉は運命の分かれ目、勝敗を決める瞬間という意味で使われています。しかし実際に行われた合戦の経過を見ると、天王山はほぼ戦場ではありませんでした。なぜ主戦場ではなかった天王山が知られるようになったのでしょうか。その理由は太閤記に天王山の戦況が勝敗を決めたと書かれたことにあります。その後、天王山を占拠した方が天下を取ると秀吉の軍師黒田官兵衛が主張したという表現がされるようになりました。実際は天王山争奪戦が勝敗を決めたという事実はありませんでしたが、そのまま今日まで使われることになります。戦国覇王ではさらに太閤記にこの話が創作された理由を探っています。太閤記によると、光秀は山崎を側面から攻撃するため松田太郎左衛門に天王山の占拠を命じています。一方、秀吉は堀尾義治に天王山の占拠を命じました。堀尾隊の兵数は松田隊の半分程度でしたが、弓や鉄砲の射撃戦の末に勝利して天王山の占拠に成功しました。長岡京志士では秀吉方の堀尾義治が活躍するのは、義治が太閤記の著者である尾瀬保安の旧主であったためとしています。さらに光秀方の右翼にいた松田太郎左衛門は地元山崎の武士とみられ、敗戦を見越して早々に戦線を離脱した際に天王山を経由して山中に逃れ、それを誤って伝えたのではないかと推定しています。また三島正幸氏は天王山山頂に位置する山崎城の存在に注目されています。戦いの後、秀吉は山崎城を改修して本拠としました。これは山崎が今日大阪の入り口を押さえる重要拠点であると同時に、天王山の城を本拠とすることで合戦の勝者であること、つまり織田信長の後継者が自分であるとアピールしたのではないかとしています。光秀を討伐した張本人であることを山崎城によって宣伝したことで、合戦場についても秀吉の城が存在した天王山の方が広まってしまったのかもしれません。いずれにせよ、秀吉は信長を殺した光秀を討伐し、清須会議を経て旧織田軍団の中でも大きな影響を持つことになります。翌年、秀吉は賤ヶ岳の戦いで最大の敵である柴田勝家に勝利します。これにより織田政権の主導権を秀吉が握ることになり、本拠を山崎城から大阪城としました。山崎での勝利は秀吉にとって城を作ってでも光秀に勝利したことを人々に知らしめる価値があったのかもしれません。
ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週金曜日に戦国時代に関する動画をアップロードしています。楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。